しかりここでもう一回、コロナ大臣とともどうしても5000人来らなくとなります。大集会です。すでにバス30台も貸し切られたということでありますから、大きな、盛り上がりを見せることでありましょう。そして10月の19日、名護の20席、ね、の大集会、そして12月の那覇での大集会をつなぐ、そういうことを今日決められたようです。これは実行委員会だったと思いますが、この、集まっている皆さんの、熱心な、そして勇気ある決意に感謝をしたいと思います。サイハーサイ、生のことラリワン日本戦が語りんのサイ、生のことラリワン打ち合って力を結集することないビンのサイ、いや、さっさいや、さっさいや、いや、素晴らしいです。勇気を得ました皆さん、頑張りましょうね。そうであればこの絞り込み、毎日のように拡大し続けるこの辺野古テント村、どうぞ皆さん、先は見えなくならぬ松の角まで、下は北に行くトンネルのあたりまでテント村を広げる、その決意で頑張りし続けたいと思います。頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。じゃあ4時前になりました。今日最後の、抗議行動を行ってまいりましょう。どうぞ、今日今いただいた力強い、中央からの声援を背に受けて、辺野古テント村現地で大きな声を上げてまいりましょう。最後の取り組みになります。今日多分最後になると思いますが、どうぞ、一緒に、元気な声を上げてまいりましょう。20日にここでもう1回、コロナ大臣とともどうしても5000人来らなくとなります。大集会です。すでにバス30台も貸し切られたということでありますから、大きな、盛り上がりを見せることでありましょう。そして10月の19日、名護の20席、ね、の大集会、そして12月の那覇での大集会をつなぐ、そういうことを今日決められたようです。これは実行委員会だったと思いますが、この、集まっている皆さんの、熱心な、そして勇気ある決意に感謝をしたいと思います。サイハーサイ、生のことラリワン日本戦が語りんのさい、生のことラリワン打ち合って力を結集することないビンのさい、いや、さっさいや、さっさいや、いや、素晴らしいです。勇気を得ました皆さん、頑張りましょうね。そうであればこの絞り込み、毎日のように拡大し続けるこの辺野古テント村、どうぞ皆さん、先は見えなくならぬ松の角まで、下は北に行くトンネルのあたりまでテント村を広げる、その決意で頑張りをし続けたいと思います。頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。